ウィニーはまさに未来を先取りした技術や、いつか世界を変えるような。金子君、逮捕状が出た。もし俺がこのナイフで刺殺したとするやろ、誰が捕まる？ダンに決まってるやろ。せやろ、このナイフを作った人を罪に問えるかっちゅう話や。これを書き写したら帰ってええから。お前には責任感いうもんがないんか。技術テロ、情報テロですよ。そもそもこの裁判がおかしいのは、警察が原告になっていることですよ。47は無罪、生きろ。金子さん、戦うしかないですよ。ウィニーそのものが違法だということでしょうか。ソフト開発環境が根底から破壊されてしまいます。組織のためです。組織のためなら何をしてもええんか。警察は国の未来の技術者、国民にこの逮捕・拘留は正しかったと胸を張って言えますかと聞いてるんです。